水野です。今日5月16日です。で、まあ、20日21はちょっとで遠出するので、まあ、それまでに何かしらっていうか終わらせられることは終わらした上で、遠出したいと思います。なんか、今日は雨降るっぽいんだけど、やります。で、なんかあのクマバチがね、巣を作りたいようで結構ブンブン飛んでるんだよね。だから、なんだろう、この水性塗料を塗ってからね、やたらめったら蜂が寄ってくるようになった。特にあのシーラー塗ってからだね。水性塗料ってなんか蜂寄せるのかね。まあ俺知らないけど。また来た。あんま見えねえか、あとアペマンじゃ。まあ一応とりあえずこの塗り残しをね、電気メーターを、避けて、やっていきます。まあ、一応塗り終わりました。ペンキ食べたけどね。はい、まあ大体こんな感じかな。でやっぱり屋根の上、あのちっちゃい屋根の上がね結構難しくてちょっとできません。まあ一応これ10リットルのうち多分ね7リットル8リットル使ったんだよな。うん、
からもうちょい今度は水薄めでいいから、あのローラーが死ぬまでちょっとここ一番の肝のここら辺を重ね塗りして、今日はそれで終わりかなっていう感じです。はい、まあ、一応まだねルームツアーができるほどじゃないんだけど、はい、まあここ玄関ですね。でまあちょっとぐるーっとしてみますか。はい、でやっぱりね蜂が多い、飛んでるよく。今結構風が強くて、多分これからまあ土砂降りになるんだろうなっていう気配はあるけど、多分こんだけ風が強ければ乾くんだろう、ね、もう乾いてるし、水素塗料は結構乾くの早いからね。はい、まあ大体この角度が、あれだね、柿の木がここら辺にあって、ここら辺に植木があって、もっと鬱蒼としていたけれども、まあアイボリーがちょっと薄かったっぽいね、水入れすぎて、ちょっと薄いね。なんでもう一回濃いめで塗り直してもいいかなっていう感じです。はい、あーダメだな、まあ、だいたいこうのこうのこうで、隣がソーラーパネルなんでね。はい、まあ、だいたいこんな感じです。どうしようかな、まあ結構塗ったら塗ったでなかなかいい感じにはなったから、重ね塗りをしていこうかなって感じです。ちゃんとシーラー塗ってね、まあシーラーも大量に残ってるんで、まあ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 いいでしょう。はい、まあ、大体ペンキを塗り終わって、まあこんな感じだよっていう、まあ、途中経過ですね。であとおこぼれ話だけれども、いや、まあ、まだ水は通してないけど、あれが水量計で、実はここにね止水栓があったんだけど、それ忘れててさ、この切り株を抜くのに夢中で忘れてたし、その抜いたら抜いたでもうどうでもいいやと思って土出しちゃったんだよね。だからそれでね止水栓がどこにあるか分かんなかったから、そう若干、ね、半分泣きながら止水栓探してました。でも水性のペンキは美味しくないんでね、買いついちゃったね。まあ、あんまり食べないようにしてください。あとねちょっと車に飛んじゃったっていうな感じで以上です。どうしようかな、水性塗料で、ね、余った水性塗料でこれはホワイトからアイボリーに塗っちまうか、もうボロボロだしね、まあ、ちょっといろいろ使い道あるね。天気、まああとこういうところかな、まあここら辺はまあいいや、まあ、あとはここら辺屋根つけて、あの屋根つけた屋根つくかな、ちょっと予算と相談です。はい。